こんにちは。本日はスピードを上げるために必要な反発力と筋力の強化方法をご紹介していきます。この動画を見ることによってスピードを上げるためにめちゃくちゃ重要な反発力、そして筋力、この2つの強化方法をご紹介していきます。スピードを向上するにはということには、ピッチとストライドを向上させていくこと、この答えが王道です。これはね、間違いではないのですが、ピッチやストライドっていうのはランニングの技術、要はテクニックに値するところです。これと同時に必要になってくるのは身体能力の強化、つまり筋力や関節の強化です。身体能力の強化、つまり筋力や筋肉をうまく使えるようになれば、勝手に蹴る足、蹴る力が強くなって、ピッチやストライドは伸びやすくなります。まず前半はこの身体能力の向上、筋力と反発力、この2つの向上の解説を行っていきます。そして後半にはこの2つを向上させる簡単なトレーニングをご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。筋力の解説ですが、筋力は止まったところから動き出すときや反動をつけずに動くときに使います。例えば止まったところから歩くときに動くとき、しゃがんだ状態から上にジャンプをするとき、このときは筋力をたくさん使っています。このときに下半身の筋肉、筋力が強ければ強いほど大きく前に一歩踏み出せますし、下から上に大きくジャンプをすることができます。つまり筋力が強ければ強いほど自分の体を遠くに運ぶことができるんです。対する反発力、これは地面反力ともいって、簡単に言うと地面から跳ね返る力になります。例えばこのボールのように上から下に落とすだけ、特に力を加えずに落とすだけでこれだけ返ってきます。これはこのボールが反発、地面反力を得やすい素材でできているということですね。つまり反発とは地面からの跳ね返りの力をいかにうまくもらうことができるかです。この2つどちらが大切か、結論どちらも大切です。というのもこのボールをこっから落とすだけ、この場合はここまで返ってきます。ただこのボールを上から少し僕の手で強く叩きつけるとここまで跳ね上がります。そして例えばこのボールが全く空気の入っていない、全く反発を得れないサッカーボールだとして、どれだけいくら思いっきり上から叩きつけても全く地面から返ってこないでしょう。つまり力強く地面を蹴り出す、要はスピードを得るためには地面反発力とそして筋力両方必須ということです。決して片方だけ強化すればいいというわけではなくて、両方同時に強化するというところがパフォーマンスを上げる上で重要になってきます。では後半は筋力と反発力両方とも分けてトレーニングの仕方を解説していきます。はい、まずは筋力の強化ですね。筋力は先ほども伝えた通り、止まった時に動き出す力、こういう時にたくさん働きます。なので筋力を強化するトレーニングっていうのは、ゆっくりのジョギングであったり LST というトレーニングですね。この2つを積極的に行うことで、ランニングの時、ランニングの動作でも筋力っていうのは高めていくことができます。なのでもっと記録を向上させていきたいということで、ジョギングや LST っていうのはあまり積極的に行っていない方は、こういうトレーニングを導入していくのもいいと思います。そしてランニングに対しての筋力を強化するトレーニングでおすすめは、シングルワンレッグスクワット、片足のスクワットです。シングルワンレッグスクワットは片足を台の上に乗せていただいて、このまま両手を胸の前にします。このまま下に下がって上に押し上げる、下から上に押し上げるだけ。体の真下に足を置くことによって着地の動作を真下にするという意識づけになります。またこの姿勢、ここから押し上げる動作というのはランニングでいう着地をして後ろに押し出す動作に非常に似ています。なので片足のスクワットで真下に足を置いて行うことによって、ランニングの動作の強化につながります。注意点は、行っている時に体が猫背になってしまったりとか、あとは膝が必要以上に前に出てかかとが浮いたり、こうなってしまうことによって少しランニングに遠い動作になってしまいます。あとは正面から見た時に、下ろした時に膝にインになってしまうと、これはね、膝の関節を痛めてしまう原因になってしまいますので、つま先、膝、そして骨盤をまっすぐの状態で意識してやってみましょう。さらに動きに慣れてきたら、立ち上がる時にスピードを上げることによって、より筋肉が瞬発力をもろ高めていきます。ゆっくりとね、動かすよりもランニングの動作っていうのはやっぱり速くて複雑になってきます。なのでスピードを上げて一気に立ち上がることによって、よりランニングの再現性が高くなってきますので、もちろんご自身に合ったレベルで行うようにしてみてください。反発力は先ほどと逆です。
LSD やジョギングのようなゆっくりとスローペースのところでついていくのではなくて、速いスピードダッシュをしたりとか足を速く動かしたりするときに自然と身についていきます。なので反発力を身につけたい場合っていうのは、ゆっくりとした動作ではなくて速く動く、要はダッシュのようなインターバル走、レペティション走のようなトレーニングの中で身についていくことになります。この場合、インターバル走やレペティション走のような強度が高い運動をする場合っていうのは、やはり速く走ろうと思ってしまってフォームが崩れがちになってしまいますので、そこは行うときに注意していただければと思います。反発を得るために必要な要素、これを絶対に覚えてほしい。これを覚えておけば、あ、なるほどなってなると思います。それは動作の中で止まるという動作を身につけることです。止まるというのはどういうことか、これはやってみると、例えば歩いているとき、歩くときに反発をもらいたいときっていうのは、足を上げて下ろすとき、このときに足をついたときに、これ止まることによって地面から跳ね返る力がもらえるわけなんです。このときに着地をした瞬間に止まるのではなくて、体全体がぐにゃんと下に崩れてしまうと、うまく地面から跳ね返る力っていうのをもらうことができずに沈み込むだけになるんですね。こういう方っていうのは、うまく反発をもらえずに筋力で押していくしかない。ただし筋肉で動き出しても、やっぱり動きはスローになってしまいますので、なかなかスピードは上がってこないんです。なので反発を地面からもらうにはどうすればいいか、それは止まることですね。つまりは足を上げて止まる、まずこういうトレーニング、上から下に止まるだけ。この時に止まるんじゃなくて下に沈み込んだりとかのけぞったりしてしまうと、うまく地面から反発をもらうことはできなくなります。最初は片足で振り下ろした時にしっかりと止まる、この運動をするだけで地面からドーンと伝わる感覚が下から上に伝わってくれば OK です。これの後にやるのは、これを歩きながら交互に止まって足を入れ替える、そしてこの時にしっかりと踏み込んだ足は止まるようなイメージをすると OK。 さらにこのように弾みながら行うことによって、徐々に反発の強度っていうのは上がっていきます。つまりはより反発をたくさんもらうトレーニングになります。これを前に進みながら行うことによって、前に進みながら反発をもらう、そういうトレーニング、そういったドリルができるようになりますので、ぜひこれをね、練習前のウォーミングアップに取り入れるとバッチリです。あともう一つ、上級者向けはジャンプをして止まる、止まれたらこれを連続した動作で行っていただくと、反発をもらうことによって徐々に高く上に飛ぶ感覚っていうのはつかめるようになります。そうすればうまく反発がもらえているということになります。ただやってみると分かると思いますが、反発をもらう、反発を地面からうまく伝えるっていうのはものすごく強度が高いです。僕もね、今ね、実は結構連続やって息が切れてるんですね。ということは、それだけ強度が高いということなんですね。なので反発をもらう練習をしっかりしておかないと、レースの時だけ反発をもらうとすると足が持ちませんよということですね。なので普段からしっかりスピードの練習、スピードを高める練習をするであったり、反発をもらうための練習っていうのは必ず必要になってくるわけです。つまり普段の練習の中からスピード練習であったりとか、こういったドリルっていうのを積極的に取り入れて、反発をもらいやすい体を作るようにしてみてください。はい、本日いただいた質問はですね、トレーニング系の種目は一体一日何セット何種目、そしてどれぐらいやればいいのかという質問ですね。ありがとうございます。そうですね、明確な決まりっていうのは本当にないんですけれども、大体まあ区切りがいいというか、区切りがなくて僕がよくやってるのは15回を3セットとかね、15回を3セットとか、そして秒数カウントをするものであれば1分ぐらいを区切りにしていってると思います。そして15回3セットとかを余裕でできるなとか、あとはフォームが崩れずにできたなっていう場合は、もし回数を増やす、もしくはセット数を増やす、それもしくは強度を上げる、重りを使うものでも重りを上げるとかね、そういう風にね、強度を自分で調整しながら、まずはここから始めてみて、できるようになったら回数を増やしたり、セット数を増やしたり、そして重り、負荷を上げてみたり、そういう風にね、自分で調整していくのがいいと思います。まあまだね、最初は10回とか15回、2から3セットから始めてみて、そこから自分なりにね、強度を上げていくのがいいんじゃないかなと思います。あと僕が推奨しているのは、ウォーミングアップの時にやってくださいねって言うんですけども、これは、まあ、軽く汗ばむぐらいですね。ウォーミングやってダックダックに汗かいて下半身パンパンに疲労してたら、肝心のね、走る練習っていうのができなくなってしまいますので、ウォーミングアップとかにやる場合っていうのは、軽く汗ばむ程度、そして疲労が残らなくて、あ、いい感じに動きそうだなっていうぐらいの強度で止めておいてください。がっつりやっちゃうと肝心の走る練習できなくなっちゃいますので、お気をつけて。はい、本日の質問コーナーは以上になります。ぜひね、今日もたくさんのコメントね、こちらにね、こちらにお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、本日の動画は以上です。今日も最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではランニングに関する情報や、そして走り方、そういった情報を配信しております。今日の動画参考になったという方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録もぜひともよろしくお願いします。コメント、質問たくさんお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。